よしよし、ちょっと待っててね。ちょっとこう、イヤホン今してないね。魂入ってくるぞ。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今ヘッドホンするよ。ヘッドホンしたよ。あ、聞こえた？聞こえた、聞こえた。オッケーオッケーオッケー。よかった。私だ。私だ。ああ、今日ね、ちょっとほら例のあれで、ちょっと今配置がめちゃくちゃなってたし。例のあの撮影で。うちの部屋がめちゃくちゃなってる。そう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 。協力してもらったあの例の例の物です。例の物。そうそう、例の物。OVR がなんかバグってんのか全然動いてくれないんだよな。この電気。ああ、オッケー。びっくりしたよ。再生数すごい伸びてて、多分うちがボカロで活動してる中で一番伸びてる今回のあの PV。 おかげさまで。はい、まこちゃんです。うん、すごいすごい。
本当にすごいあれ。ちょっと音飛んでるね。こんばんは、はい、ショーン・レイですいつも通りのネタですねどうしようかな、ちょっとディスプレイの位置リセットするね。お、なになにこれ、面白い、風船だ風船、あ、なにすごいすごい大人の世界ようこそ。大人の世界スクールなみんな。DT はやばいだろ。DT 卒業おめでとうはやばいだろ。適当。そうか、これが公式で言ってたくす玉っていうやつか。おめでとう。うん、これ普通にいいよね。うん、これは、うん、入社おめでとう。よし、おめでとう。うん。いいね。80歳無職ドトです。80歳無職で、大感謝祭。あともう一つなんかあると思うんだよね。あともう一つなんだ。入社おめでとう。入社おめでとう。卒業おめでとうか。卒業おめでとうか。なるほど。これはじゃあ、健全な、よいしょって。上手上手。すごいなぁ、これ。いいなぁ。いいなぁ。これ、あれ、公開はされてないのかな、もしかして。これはなんか、コンテンツツリーで。タイミングぴったり、笑。うん、コンテンツツリーでね。よいしょーみたいな。よいしょーってできる。よいしょーって。ディスプレイの位置を。あ本人が現れた。おめでとう。ヤッホー、ヤッホー。こんばんは。こんばんみ。こんばんみ。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。あ、そっちがいいんでしょ。うんうん。ちょっと待ってね。ごめんね。アイテムを。あ、配信じゃない。アイテム、アイテム。違う違う違う、モデルじゃなくて。液晶衣装が変わってる。うん、あ、そう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 、結構前に変えました、テクスチャー。あれ、ディスプレイどこだ、どこに行った、あれ、あー、いた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 、これか。そこのちっこい子に誘われてきました、にっこりかわいい子、ほんとかわいいよ、もう動きもかわいいし、ロッキーも可愛いんだよ。びょーん。ん？何何？あ、ちょっとあれだね、音が結構飛んでるかな。可愛いな、ブッシーとカヌポー。な、可愛い子が好きなんですね。可愛いは正義。一人だけ違うベクトルに進んでんすけど、どうしよう。あ、今は音声大丈夫だね。なんか時々飛ぶね、音。今日も。歌います？うん。例の、そう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 。それ、あれね、画面、カメラだ取り出せばいいか、アイテムで。頭が入んねえ。アイテム。よいしょ。カメラ。ごめんね、刺さっちゃった。でこっちほら、こっちで1カメで今映してるから、はい、全体図わかんじゃない、こっちの方が。おおー、いいねいいね。あれはなんか展開はないの、ビーって、それだけまだあれなのかな、エフェクトはないの、これだけ。あ、それだけなんだ。なるほど。今作ってる途中っすよ。お、大きいバージョンだ。すごいすごい。大きいバージョン。ほらほら、後ろ、真後ろ。でっかい。でっかいでっかい。身長100。ちょっと違う。ゲーマントみたいなのが出てきた。わら。かわいい。大人のハム猫さん。
DT 卒業おめでとうを掲げて。スカート直してない。ああ、そうなんだ。そう、スカートってさ、VRM 大変だよね。ブワ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 、イカ役。ほんと大変。破綻しちゃうんだよね、なんか CG が。あ、これなんかこうやって止めれるの。お、すごいすごいすごい。あ、すごいすごいすごい。当たり判定がちゃんと働いてる。すごいすごい。BR ありがとうございます。開業開業開業。いやあ、それでなんだっけ、なぜかアップデート来たら、うん、アップデート羽が治った。あ、そうなんだ。へそうそう、スカート前は繋がってた。へー、そうなんだ。開業開業開業。どっから、あ、こっちに来て、あ、やばい、がが、リアルの壁をバンってやっちゃった。俺が直してやった。俺が直してやった。よいしょ、絶頂。大丈夫か、このクソかな。ピンクだぞ。よいしょ、合格、やったー、せーの、よいしょ。ピグマさんの時、大人の世界。シクのとこがハートになってたかな。せーの、よいしょ。DT 卒業おめでとう。ズバ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 。これ4月にいいね、卒業おめでとうとか。あ、3月か。絶頂はやばいけど。このクス玉、笑、和骨です。絶頂はやばいけど。はい、和骨ありがとうございます。ちょっとあれだな、ヘッドホンの音量が小さかったな。やっぱ面白いの考えるな。うん、みんな面白いこと考えるよね。すごいよ、この世界いると毎日がもう、あれ？これ視点が後ろにあるからバリエーション多すぎて臭い。くす玉が目の前にある。あ、なるほどね。よいしょ。みんなおめでとうって、今の時期で入社するとか。せーの、よいしょ、やったでーん。18ブアキン。18、せーの、よいしょ。てんてけてててててー、せーの、よいしょ。てんてけてててて。くす玉係っていうのは面白いな。 VR で10周年おめでとうとかできるね。公式放送にさ、みんなくす玉で行ってさ、それぞれ表示変えれば。すごいうざい背景ができる。一斉にバーン。すごいうざそう。玉。ああ、それでなんだっけ、南條さんの撮影のやつはどういうお話なの、あれは。ああ、そう、編集ソフトとか何使ってるのかなとか。ああ、うち編集あれ、まともに編集したことはない。あれ、アドビの高いやつ使ってる、プレミアで CC って言って、今月額で払うみたいなやつが基本で、アドビ CC で検索すると出てくるんだけど、あ、アドビですね。そうそうそう、アドビ CC でもうサブ、なんだろう、あれなんて言うんだっけ、もう年間契約みたいな感じで全部のソフト使いますよ。ブアチューブアケンブアマイブアイ、初中見舞い。初中見舞い。初中見舞い。まだ早い。初中見舞い。もう初中見舞い。この辺に顔がある。あ、この辺？この辺にあるのかな。入れる。そっか、確かにそうすると目の前がくす玉だね。前が見えない、ね。和骨。はい、和骨アンディでーす。今日なんかトラッカーがちょっと雑な。あ、ラーメンさん、和骨でーす。あ、ラーメンさん？あ、ほんとだ、ラーメンさんだ。うん。ほらほら。うんうん。このクソ玉に。うん。言葉を入れて。うん。喋れるのでは。うん。確かにそうだと思う。ね、公式の放送にみんなこれでのめり込む、のめり、乗り込んだらさ。ラーメンマンさん。公式の放送に。ラーメンマンって。ラーメンマンさんじゃない、ラーメンさん。何だっけ、アンダーテイルだっけ、そのゲームの名前。うん、
あれで何、複数の海外、うんうん、あれって確かインディーズだよね。アキラブアリツブアヘンブアドウ、インディーズゲーであれ海外発祥だから、向こうの方のファンが多いんですよ。で今日あげたやつが外人さんに今新背景作っとるから、もしかしたらデコできんかも。あら、そうなんだ。海外の方に向けて考えた方がいいんかなって。ああ、新背景作って、なんだろう楽しみだな。なんだろう。楽しみだな。みんな忙しいですね。うん。ラーメンさん、僕も今作ってるところ。いやー、だから。表情変わるの、こんなにゆっくりだったっけ？あれ？なんか口が変になるな。あれ？なんか、ちょっと壊れてるな。中間が確かにゆっくりになったね。ほらほらほら、なんか変にアニメーションが、あれ、アニメーションこんなにぬるぬる動いてたっけ。確かに言われてみればちょっと違う。お、ずーっと移動してきた。え、なんとなく南さんっぽい気がする。あ、違う。違う。セシーさん。かわいいムーブ。かわいいムーブ。この動きはみんなかわいいな。かわいいムーブ。この人だよ。ブリッジ。家違います。家違いますって言う。今日は NP 渡れないって。かわいいムーブだ。すごいすごい。トラッカー入ってるね、これ確実に。トラッカーの動きです。トラッカ ー画面同期してあげたら。ん、ごめん、画面同期。あ、そっかそっか。え、画面同期ってまだしないとダメなの、もしかして。あ、まだ、あ、直ってないんだっけ、画面同期。そっか、まだダメなのか。ほら、この俺かわいい。 OK かな。うん、ありがとうありがとう。触ってくれた方がいいかもしれない。かわいいな。みんな動きがかわいいぞ。かわいいムーブやばいな。うちも精進せねば。みんなかわいくなってる。そうそうそう。今喫茶店のね、音。あ、すごいな。ちゃんと走れる。左手のコントローラーうまく使いながら、あれかな、やってんのかな。すごいすごい。きっと実際に走ってる。実際に走ってる。実際にじゃあ相当大きい部屋になるよ。今の動き。なんかちょっと音楽を流しますよ。よいしょ。すごい滑らか動き。うん、すごい動きが滑らか。腰のトラッカーすごいちゃんと固定されてんね。うち結構揺れちゃうんだよね。ほっ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 。ハリセンが。お、いらっしゃい。ナイトさん。すごい腰動く今日。なんでだろう。腰が今日おかしい。
でかい。緑の人がでかい。ほんとこの歌好き。アリシアちゃん後ろに座ってる。後ろで着席、体育座りしちゃった、体育座りしちゃった。私の出番はまだですかね。私の出番でも、あ、待ってよ、体育座りできるっていうのはあれかな、7つトラッカー、もしかして違うかな、うちできるかな体育座り。あ、でき、いや、できない、できない。やっぱ体育座りできるのは7個だよね。7個だ、7個トラッカー来た。え、違う、嘘嘘嘘。え、なんで体育座りできてたよさっき。すごかったよ、絶頂。なんか来るなんか来るって、アリシアちゃんちょっとパンツ丸見えですよ。浮いてる浮いてる浮いてる。ガニ股アリシアちゃんのね。え、あれ、うち、え、編成した方がいいが。いなくなっちゃった。いいね、編成器使ってんですか今。あ、私、うんうん、私喋ってないです。喋ってるじゃん。喋ってる、完全に今解除されて喋ってないです。いや、編成器使ってんの私じゃないんです。編成器使ってるの私じゃないんです。そう、そう、そうか。くす玉って結構あれだね、角度つくんだね、これ。大人の世界へようこそ。くす玉いいね。うん、くす玉いいね。演出的にいいよね。ハブネコさんも面白いの作るね。うん、作る作る。アイディアマン。これ。うん。第三者利用可能だよ。あ、そうなんだ。あ、可能なのこれ。マジか。知らなかった。自分のモデルばっかりで。卵の人と一緒。へえー、知らなかった。ちょっとあれだな、公式の方じゃなくて、YouTube の方にしよう。いやー、そうなんだ。三者利用可能だったらコンテンツツリー登録可能だ。うん。うちの背景音声、今日はあのコーヒーショップなんだけど。これに曲名出れば。え？曲名で、あ、なるほど。上手。なるほど。そのアイディアはなかった。そっかそっか。確かにそれはありだ。なるほど。ありだね。
でも曲名っていうことはさ登録する1個のモデルで4曲できる。そうだよね、そうだよね。この曲 は曲名は何でしょうクイズができるみんなでこんばんは。こんばんは。配信のくす玉です。で延長、なんか延長設定があれだな、失敗しました。バーチャル YouTuber くす玉。うんバーチャル YouTuber くす玉バーチャル YouTuber くす玉。え、なになに、聞こえてるけどちょっと気取りにくいかな音声。うん、ちょっとだけ聞きにくいかな。あのなんか潰れてる感じ音が。ハムネコさん？ハムネコさんって言ったかな？ちょっと聞き取れなかったけど。これか。足組んでる。椅子に座った。合格。トラッカーやばいやばい、今日トラッカーおかしいぞ。おかしいな、バッテリーはバッテリーはフルなんだけど。足もつけかれてくさ。なんか物を持ってると怒るから、なんだろう。背景音のコーヒー作ってる音がめっちゃうるさい。そう、コーヒーメーカーの音がする、ずっと。今日オキュラスリフトでバーチャルキャストやってみたけど、やっぱ面白かった。指がちゃんと動いて、あ、オキュラス、そう、オキュラスリフトも持ってるからちょっとやってみたんだけど、やっぱね、これとはまた違う感じだった。ただちょっと難しい、あのセンサーの反応が結構難しい。うん、そう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 、やろうと思ったら、ね、うん、やろうと思えばあれじゃないかな、あのバイブとオキュラスのコントローラーの組み合わせいけんじゃないかな。それできればもう少しなんかピースとかできる、ピースとかグッドとかイエーイみたいなのができるかな。今日回線ちょっと重いのかな、少し。ね、スカートの破綻がこう、どうしてもな。
お、お、これはトラッカーですな。これはトラッカーですな。完全に。トラッカーの動き。やべ。どうしたどうした。トラッカー。トラッカー落ちました。トラッカー落ちました。なんかおかしい。手が骨折してる。いいだろ。いいだろ。大丈夫かな、レン君止まってるな、これ落ちないかな、大丈夫。あ、落ちない落ちない、あれかっこいいです、あれなるほど、バックダンサー、かわいいな。足が。マイク逆だよそれ。食べてる食べてる。マイク逆。これディスプレイってでかくできるのかな、変形ってできるのかな、ディスプレイって。今ふと思ったけど、もしできるんだったら、もしかしたら PV っぽくさらにでかくできるけど、今ちょっとうちの画面では真ん中に YouTube の動画が出てるから、さすがに無理か、無理っぽいね、うん、ディスプレイの大きさは変えられない、解像度そのまま拡縮できますよ。できる？ちょっとやってみよう。うちがやればいいのか。あ、できるできる。引っ張って拡大できないっけ？できるできる。ああ、結構 PV っぽくできるな。あ、このやり方気づかなかったわ。これ意外といいかも。これ、うん、今ね動画ここにやってんだけど、いい、これいいかも、このアイディアはありだな、これラーメンさんがいないときはこれで意外といいかも。背景がちゃんと動くから、セットが難しいけど、これめっちゃでかくしたら部屋の端まで行っちゃうんじゃない、これどこまででかくなんだこれ。ゲストは大きくならないのかな。あ、見えない？でかくなってない？それぞれ大きさが違うのかな、セッティング。この辺かな、真ん中。だんだん真ん中が分かんなくなってくる。あ、かわいいな。世界の普遍思考。
かったちょっと傾いてんの難しいな。このディスプレイのセット難しいぞ。でかいと。話すとずれちゃうんだよ。でかくするとちょっと重くなるな。やっぱサテンで行われる PV 撮影、イエーイイエーイ、はい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 、あー重い大丈夫、現実世界で何かにぶつかる、はいはいはい、事故が起きております。あ、マウスがどこか分かんなくなっちゃう、でかいとこれはやどこ、マウスが見当たんない。マウスどこだちょっと待って、うちのマウスがいなくなっちゃ、ええ、どこどこどこマウスが、マウスあれ、あ、いたいたいた、ここか、いた、やっといた。ちょっと待って、この曲はあれだからね、うん、よいしょ。うわー、すごいすごい。なんかね、うちの目からはここにある100型以上のテレビを見てる感じ。この世界に。こんなでかい？めちゃくちゃでかい。あ、これすごい。はい、ワコアリでーす。そう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 。ワコアリでーす。
誰か息上がってない？大丈夫？すごい鼻息が入ってるけど。兼ねてるから行き上がっても仕方がない笑。かわいいよ、みんなかわいい。喫茶店の背景も合わないな。うまいうまい。今のポーズよかった。
セルフカメラマン。もうこの曲合わなくなってきた。最近暑い。寒くない。こたつ急に冬になって。あれ？それ動くんだっけ？みかんが転がってそれだけ？それだけ？それだけのモデルあるんだ。あ、すごい、これ端っこがちゃんと線が描かれてる。すごいすごい、漫画っぽくなってる。カメラに映ってないでやな、そこ。あ、指が曲がってる、骨折してる。そう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 、胸ね、胸が危ないよね。これからグアムに落とし込むぜー。お、なんだろう、ラーメンさんでしょう。多分きっとラーメンさんじゃないかな。なんだろう、新背景来るぞ、これは予感がする。アイラブラーメンだしね、この曲。予告してる感じ。呼び寄せる。ラーメンさんを呼び寄せる曲。そういえば今日はアイコン非表示設定なんですね。え？非表示になってる？先に言うとライブ用ではないのでご了承ください。なんだろう、なんだろう、ライブ用じゃないとしてもすごい気になるよ。システムかな。いや、全部ついてるから多分落ちるはずなんだけどな。すごい格好してる。
またねー。なんかちょっとバッテリー切れしてんのかな。またねー。あ、戻った戻った。なんかトラッキングがあれだね。大丈夫かな。昨日のうちみたいになってる。プル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 、体幹の運動プルプルして、おじさんだからプルプルして、鍛えないと、プロテイン飲んで鍛えないと。すいません、落ちます。はい、お疲れ様です。おやすみなさーい。トラッカーが、うんうん、そうだよね。なんかちょっとね、動きがあるある。ありがとうございました。おやすみなさーい。おめでとうございます。おめでとうございます。なんだ。なんか嫌な予感がする。嫌な予感がするぞ。ディスプレイの後ろに誰がいる。出た、ハム猫さんの松井社長タイプ。これ松井社長にまた報告しないと。社長手が骨折してる。
松井社長でかいよね、こう見るとね。怖い怖い。使い方うまいよね、ハモネコさんが一番、松井社長の。出た出た。今日もまた言う。なんちゃうもら。眼力が強い、眼力が強い松井社長です。これ背景インフィニットループにしちゃった方がいいのかな。急激に来るね、今日は。サブシミナルを超えてる。釣りたがりな松井社長です。猫さんのカメラワーク。松井社長のスタンドアップです。
嫌な予感がする、嫌な予感がする、この後ろ。そっからやっぱり来たか。土から出てくる。動きが疲れてますわ。いやー、ハム猫さんの動きやばいって、社長の。社長の動きやばいよ。一番マスターしてるよね、動きをね。あと表情をマスターし。そう、表情をマスターし。癒しの。ラーメンさん来ないね。なんか、あれじゃない？なんか、調整してんじゃない？多分。ハムネコさん大丈夫なの今日は。ハムネコさんじゃないんだよな、見た目が。大丈夫だ、大丈夫、なんか。一応動作確認はできたけど、うん、明るさをちょっと調整中。ああ、そうなんだ。なんだろう、明るさ？明るさ調整するものってなんだろう、洞窟とか？なんだろうな、明るさを調整する。ラーメンさん飲みたら寝る。あ、ラーメンさん飲みたら、明るそうなの。ラーメンさん待ちだ、ハムネコさん。ダメだ、ハムネコさんって言ってもなんかハムネコさんじゃない。これはハムネコさんじゃない気がする。待ってる、待って待ってるぞ、ほらラーメンさんも待ってる。食べてる、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 食べた、食べた。かわいいな。じゃあその間にあれ、海外の動画の話、あれはどうするべきなんだろうね。うちもいつも迷ってるけど、字幕がいいんじゃないかな。うん、あとはほら、この前ラーメンさんと作ったような、完全に言葉がない系のドラマとかね。ああ、はい。あのタイプは言葉いらないから、演技で、サイレントで演技する感じでやればいいっていうのと、あとなんだ、ゲームだったら、なんかゲームの再現みたいなやつでもいいかもしれないし。うん、音楽をつけようと思ってる？そっかそっか。アートルチャットで使いたかったから使わずに、ゲーム内の音楽を使って、ストーリーみたいな。ごめん、南條さんの声が変声期で潰れすぎて何言ってるか分かんない、ごめん。どうしますね。うん、危ない危ない。私だ、私です、私だ、戻った、はい、危ないって。それ絶対ちょっと大丈夫、危ない危ない、アウトアウト。あ、ギリギリだよ、このモデル結構ギリギリ。一応セーフティーの色が入ってるね。危ない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 。ギリギリ放送です。ほら、セーフティーの何かが入ってる。うん、セーフティー であれでしょ、多分このポリゴン入ってるでしょ。背景モデル調整したら 4MB 切った。おい、すごい、 4MB、 めっちゃ短いじゃん。すごい軽量化してる。え、なんだろう、テクスチャーがあれなのかな、軽いのかな。いや、でもテクスチャーよりもポリゴンの方が影響する。球体一つとか。違うか。私の35ちゃん、より軽い。すごいな、4メガ。え、4メガって相当軽いよね。
自分で作ったやつに1メガ切ってますよ。うん、え、1メガ切ってる、まあ、データ違うからね。切ってますよ、自分で作ったやつは。すごい。400キロバイトとか。キロバイト。背景だと751ポリで、テクスチャは最大512プックスで書き出して、以下略。入ってる情報量が違うから。あれ、またマウスが。100 MB。うん、何やね。35チャット。751ポリでテクスチャは最大512ピクセル。あー。本当に省エネでやったんですね。最大512ピクセルって相当低くない？うん、相当下げてる。綺麗に作ってんでしょうね。しかし大画面のパソコンを操作するとなると、これは使いにくいわな。今この世界で体験してるけど。あとなんだろうね、なんかやっぱあれじゃない、背景とかを合成するとかもいいんじゃない、動画の話。アンダーテイルっていうのは結構背景は黒いのかな。あ、黒いですね。あ、じゃあちょうどいいかも。お、こんばんは、ラーメンです。ちょっと待って、ボコ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 バサーボコ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 どうなってんのこれ。すごいすごい、プール持ってきました。すごい、おすごい、ちょうどいいね、高さ。高さすごいちょうどいい。一応、アイエルタン基準で胸下あたりぐらい。あ、もうなんか、ハムネコさん完全にあの、ちょっと水没してる。何も見えない。ハムネコさん水没。あー。僕は見える。アバター作らなきゃ。見える見える。水着作んなきゃ。あー、すごい。ラーメンさんも完全に水没できる。ハムネコさん溺れてる。ハムネコさん水没。うわまあ、頭身高いキャラで合わせますからね。なんだろう、なんか浮き輪みたいにすればいいのか。はぁーみたいな。シンクロできる。背景と背景を出したらどうなるの。背景と背景、あー、どうなるんだろうね。なんか前、球体にみたいな、ラーメンさんの画像でなかったっけ、なんかそんな、ツイッターで。背景に背景をくっつけると、一部しか。ちょっと待って、待って、待って。和室水没。和室、やばいやばい。これは脱出ゲームになっちゃってる。脱出ゲームだよ、これ。誰か、誰か、道を止めて。さらに砂浜追加。もう何が何だ、どうなってんだここ今。要素はどこ。さあみんな、見えない見えない、この絶対絶命的存在。床が砂浜。このアバターが見えない。みかんとプールが強い。砂浜沈んでるよ。はあ、息が吸える。いや、水没してるな。あ、これは一部が食い込まれてますね、今ね。なんか境目が見える、背景の。あー、天球が今同じサイズだもんで。これが薄いプールの仕組みか。薄いプール。あ、すごいすごい、ぴったりぴったり、ポケモン的に。絵の影ぴったりじゃないですか。完璧じゃん、すごい準備力。これポケモンの曲流したいな。ポケモンの曲流したい。で、一応水面の中作ったんですけれども、うんうん、
中を見たとき、上を見たときの水面がかなり暗くなっちゃってて、あなんか、なんか汚い水に入っちゃってるのかなって感じなんだよね、今んとこ。もうちょっと明るくしたい。この背景はあれだね、うん、ポケモンとかあいつ。あ、溺れそう、溺れそう。溺れそうなキャラクター。よいしょ、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 よいしょ。よいしょ、大丈夫かー大丈夫かー、今助けるぞー、まあ一応これでみんな涼めるかなって思って作りました。いいですねー、われわれいい。これ水着キャラクターとか欲しくなるなー。目が泳いできた教授も欲しいって言ってましたね水着キャラ。うん、水着、あ、そうだね。だってあっち側とか行ったらさ、ほらなんかいいな、ウィンドウズ MR 最強だよ、やっぱ。また端っこ見られちゃうそっちなんもないですよ本当にいや、監督や、そこの生垣とかただのメンポリゴンですからちょっと厚みはつけてますけど今チェック中ですあプールでその目は逮捕案件確かに今いろいろチェック中ですね、背景をいいな、Windows MR 移動できるから。あ、持ってくありがとうございました Windows MR 最強プログラマー殺しだあー見られちゃう、雑なとこ見られちゃうまあ、しょうがないな、容量の関係こういうことっすよテーポリで作っていくってことは骨組みが見えてるいいなこれ、なんかあれだね、海の音よりも鳥のさえずりの方が似合うな。そうですね、しかし、ディスプレイも水没しちゃってディスプレイもみちゃラーメン、みちゃラーメン、みちゃラーメン、みちゃラーメン。いやこれいいな、これ水着欲しいな、マジ。うん、この背景が来るとなると完全に水着はあったからな。あとは水面を半透明にできれば良いんだけど、あ、今の VRM 使用上だと難しいんだよね確かに見えなくなっちゃうからね、うん、ラーメン作に戻ってるよ溺れてるよねラーメンさんの身長だと多分今水面で見えないディスプレイ。ああ、どうなんだろう見えてるの、私からは何も見えないから背景がそうよね、高さ一応目線がここ、ね、いや今ね、ラーメンさんの帽子の上にハム猫さんが立ってるああそれは見えてますえ、ってことはラーメンさんのそのハットのあたりが頭なのかな。ちょっと待ってください。あこの目のドットの下あたりですね。ここが視線です、私の出立つとこんな感じ。あギリギリ水面の中入っちゃってますねあ、へえ、あ、これ、あれだ、目が
うちの目がなんかおかしくなるな、こう。あ、治った。なんだろう。なんか透過しちゃってる？そうそうそう。あ、ほらほらほら、ここわかるかな？透過してる？透過されてる。目が、なんか宇宙人みたいに。一番大丈夫だろう。あ、青くなってる。こっちから見ると普通？ディスプレイで見ると一回ツイッター画像と同じような透過用のマテリアルで設定しちゃったからかな、うん、かもしれない。それで目が透過しちゃってるかもしれない、もしかしたら。ミクさんの目のところがトランスペアレントになってんかな。あ、ほんとだ。あ、でも、うん、あー、うん、そうだね。どっちにした方がいいのかな、目は。まあ、この水面を V2 にすればいいだけの話だから。うーん溺れてる溺れてる。こっちに行けばいいか。あー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 あああラーメンさんが沈めてくるぞ。バッシャー。チャージ券ができる。ああ、これは、なんだろう。あやね、これ。あ、そうか。呼び起こせばいいのか。なんか、丸×が一番、あれかな、それっぽいかな。社長映ってないよ。社長。社長、社長。社長、もっと手前にしないと。バシャーン、バシャーン。自己紹介あげて。顔が若干変わってる。なんかこう、まったりするね、この背景は。はい、消えちゃった。これ、あやね、これできんだったら温泉もできそうだよね。多分ね、あ、温泉の案は結構あるんで、うん、まあ冬場に近づいてきたら作るかな。あ, あれこれじゃない、あれこっちか、ここにこうやって、あービート版みたいな。だから社長。モグラ叩きだね。モグラ叩きだ。松井社と社長ボッシュートです。てるー。面白いな、この風景。いいね、いい、すごいまったりだ。松井社長があの今いろんな いろんなところから松井社長が飛び出てくる。ほら。ダメさんの後ろにいる。何っけ、ポケモンで何っけ、ディグダ、ディグダとか。水だったら何がいいんだろう、ゼニガメとか。これあれだな、でもプールの音ってないよね。何の音、波の音とかっすよね。うん、
これはまた2時間ぐらいでやったんですか？何時から始めたっけ？確か今日の8時頃から、はい、夜の。あ、じゃあそこそこかかってるんですね。そうですね。プールの音。もう2時間じゃできないです。プールの音、ね、このホテル誰と畳早い、これ溺れてる音、体お、くす玉顔近づけてもバレない お、いらっしゃい。こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。あ、すごい。こんばんは。プールになってる。ラーメンさんの新しい背景アバターです。あ、バール。ほらほらほら、和室とプール、水没ステージ。ちょっと待ってください。和室が水没したまた。つまり今この中は、こたつとプールと両方背景アバターが入ってるってことですか？入ってるんですね。そういうこと、そういうこと。あ、本当だ。こたつがある。あ、すごい。また背景アバタープラス背景アバタープラス背景アバター背景アバタープラス。でもこの3体で30メガいってないんですよね。すごいなぁ。そんな軽いんですねこれ。はい。外の背景が破綻する。その容量で作れるな。そういえば今、ディスプレイとかの位置ってどこにあります？ああ、まだ、そうか、鏡同期してないか。ちょっとああ、なんか多分今戻ったかな。はい。鏡ディスプレイが、あ、やっぱり。こちらは。やっぱりまだこれ直ってないですよね。うん、誰かしらが触らないと、ね、あ、もう多分動機は大丈夫ですよ。大丈夫ですか？視聴者的にも同じ位置にすれば結構いけるんじゃないか、これ。こういう感じ。あ、バーチャルキャストがすごい透過されてる。ラーメンさんのお尻を貴重なちょっと捉えてた。ラーメンさんのお尻を取っていく謎の放送です。大丈夫、このキャラ性的表現 OK だよ。いや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 、どうやってやるんだよ。どうやってやるんだそれ。まあどっちかというとやれるもんならやってみろ的な感じで許可してるからね。ラーメンさんのアバターの性別はどちらなのか。男なんじゃない。あー、どっちかな。初期のキャラはポニーテつけてたから女の子的な感じで作ったけど、もうどっちでもいいや。あ、ほんとだ、そっち真っ暗だね。性別ラーメン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 。これってあれ、アイコンっていうか降ってこないのはあれですよね。
あのアイコン非表示設定みたいなの。ああ、いや、なんかそう言われたんだけどね。いや、なんか、はい、いや、追加されたんですよ、この前のアップデで。結局、あ、本当だ、アイコン表示っていう、なんか前いろんな放送とかで、はい、うん、テロ対策用にアイコンを振らせないようにするっていうのが、多分それがデフォルトでオンになってるんですかね、その辺が。あんまり分からないですけど、そうかもしれない。今チェックが外れてた、バン対策で、はい、なってるのかもしれない。今来たです、こんばんは。こんばんは。和室が水没してる和室が水没してるそうです、脱出ゲームです。今3背景入ってるからね脱出ゲームですよ、皆さん。バーチャルキャストでついに脱出ゲームをやる世界になってきました。脱出が水没して砂が地面に溜まってる砂が地面、あ、ほんとだ、ほんとだ、砂が地面に溜まって、あー、もう中がカオスだな。若干リアルなとこ。そして温水用のこたつが入っていますえ、さらにこたつの中もあー、すごい温水こたつって新しいなすごい漏電してそう マウスどこ行ったかな。マウスが見当たる。あったあったあった。カメラどこ行った。カメラ多分どっかに。カメラカメラ、カメラ水没したカメラ水没したかな。どこだ当たった。あ、持ってた。手から離れちゃった。手から離れちゃった。もうね、今日うちの音声もね、すごいカオスだよ。波の音と バブル、水泡の音、ボコ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 。なってますね。あ、でもそれっぽい。なんかね、あるじゃん、なんかバブル温泉みたいなのあるじゃん、なんか気泡が出るやつ、あれみたいだって。はいはい。ジャグジー、波打ち際の音と水中のブクブク音が同時に流れてる。そう。わら。ちょうど。松井社長にしたくなるよ、これ。このシーン。七七ちゃん。松井社長あった。そこ手なの？やばい、侵食されてる。松井社長だよ。松井社長だよ。ああ、松井社長だとみんなが小さく見えるな。でかいですね。うん。これはなかなかいいな。あ、出てきた。太郎さん、日付変わったんで、そろそろ。あ、本当だ、日付変わってる。あー、お疲れ様でーす。またそれやって、おやすみおやすみ。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。あ、そっか。下手するとモグラないとメニューが見えないのか。あ、そう。
結構ああなるほどそっかこうやってメニューとちょうど被るのかそうそうそう潜ってみてこうしてみたいなそう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 これ背景変えたらどうなるのかなあどうなんだろうあなんか面白いステージだったていうかパラソルが2つある3つあるかあ3つつけてますあーいいなねえでも現状のバージョンだとあれなんだよねこの前みたいな遊びできないんだよねあサメがいる外行けないんですよねなんか研究とかは大きなモデル使って外覗いてました自分はあなんか松井社長3倍スケールとかででもこれってあれですよね研究よりも大きいですよねあーそうですねここの通常の背景の天気よりもめちゃくちゃでかいですねスケール的に言うと、なんか直径160で、高さがだいたい7、80ぐらい。あ、これだけでかくなっても、あれだもんな。うん、天球、突き破ることはないですよ。うん、目いっぱい伸ばしても天井まで動かない近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 いあ、松井社長でかすぎでしょあ、すごい逆にこのペンギンぐらいちっちゃくなるとなんかみんなが下から見れる。あ下にいます。ペンギンさん完全に水没してます。あこれダメですわ。あれよく見るとラーメンさんってスカート履いてんの？これもしかして？あこれスカートですね。っていうことは性別は見えないですけど性別はもしかして？女の子まあさっきも言ったようにもともとはポニテつけた女の子で作ってたんだけどもうどっちでもいいやって感じでそのまま流用してます形をああこうやってカメラでこうゆっくり下げると水面に入ったみたいに見えますなんかこれいいねまったりだねジャグジーみたいなまったりして音も相まってですねでなんかいいよねなんかこの絶妙なバランスの無言になっちゃう感じちょっとあれだなマップを旅してくるかなこれ Windows MR 一番強いなやっぱこれでも I'll be back できないかI'll be back やるんだったらあれじゃないオキュラスリフトにしないと本当ですねオキュラスだったらそうそうそうピキピキピキこうし手が届かないなんだっけ HTC バイブホームだっけバイブホームだとできなかったっけなんか選べるやつ 手が4種類ぐらいバイブはああやって選ぶしかないんだよね多分今のところまずい社長ちょっと顔だけあるな不気味ですないいわこれこれ午前中の放送にぼーっとしてるには最高だよね
この背景。ああ昼間に。そう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 。なんか時間を忘れてって感じ。ああそっか目のクラゲが。目のクラゲ。あ刺さるのか。触手が怪しい。刺されてるなこれ。この背景だと触手が入るのか。ポケモンが入るね、やっぱりこの世界に。今キャラクター選んでんだ、それその手の動きは。やっぱりそうだ。あれどこ行った。どこだ。あ、ポリゴン。あ、ポリゴン沈んでる。あれこれって、あれかな、もしかしてモデル変更の時に沈んでれば上がる。ああなるほど、しゃがんでキャリブレーションして。いけたいけたいけた。おおなるほど。さあ、あーいいいいいい風景だよ、みんな下でキャリブレーションするといい風景だよ、すごく。あーいいなー。すごい指が小さくなってる。パンツを取る。パンもら。私のパンツだ。ツーショット。おお、かわいい。いいねー。やっぱこう並ぶとでかいな、俺。そうそう。ラーメンさんは顔でかいよね。顔でかいよね。頭身が頭身だから。なんかうちフィギュアを動かしてる感じのイメージだったっけ。自分の感じ。ああ確かにですね、この視点が高くなるとその分ですね。うん、そうそう、こうみんなが小さく見えるから。なんかさ、体がさ、ま、前に先行しちゃう。しょほほほ、あ意外といく。さんのモデルも見れたし。そうそう、寝る。今日は寝ます。はい、うちもなんかすごい和んじゃった。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。すごい和んじゃった。またね。またねー。またねー。またねー。おあ、これはもしかして、ピージマさんじゃないか。なんとなく。チャス。こんばんは。こんばんは。チャスって。いやー、ぼーっとできるなぁ。これで届かないんだけど。届かない？届かない？あー、終了を押せないって感じ。あれ、いけたいけた。あらしゃん、私だ。しゃん。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でーす。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。しゃんしゃんしゃん、私だ。しゃん。面白いな、これキャリブレーション。ちょっと待って、俺もこれキャリブレーションこんな感じだったらどうなるんだろう。あれ？あ、あれ？あー、でもキャラクターだけキャリブレーションが上がったのか。あ、飛んだ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 。めっちゃ高く飛べる。シャーすごい。私だ。シャーとやっ。もう一回キャリブレーションしたらどう？
変わんない。じゃあそれこそめっちゃひ、うん、これあれかな、地面に這いつくばってキャリブレーションすればいいのかな。おお、いけたいけた、すごい高くなった。奥にもラーメンさんがいる。あ、これいいわ。あ、でもね、あのね、地面に這いつくばってキャリブレーションしたら、あの、外側が見える。外側が見える。あ、ほんとだ。めっちゃ外側見える。すごい。その垣根より外出たら夢が壊れちゃいますよ。ああ、なるほどね。なんか飲んでんだね。いやー、なんかツイッター画像が降ってきたから。え、何？いただいてるだけですが。何降ってきたの？あ、本当だ。これ。すごいすごい。酒送られてきてる。ちょっとうちに戻ろう。大きさを。あ、ほんとだ。ほんとだ、ほんとだ。これあれやね、あの、未成年は、戻ってきた。飲めない。あ、ミクは未成年だった。多分、違うかな。確かに。ちょっともう一回、キャリベーションして押して。この一瞬に訪れるこの突然水面が消える感じね。あ、ちなみにこのモデルの背景画像見ま、背景画像じゃない、ゲストから見えるアイコンって見ました？このモデルの。あ、いや見てない見てない、ちょっと見よう。あ、どうなるんだろう。スプレー経由じゃないと見ないのかな、これ。これでしか撮れなかったんですよね。ブクブクって書いてある。よかったらカメラ。いいなぁ、これ。水没アバター。見えるんかな。あ、見える見える見える。クロノスさんのアイコン、かっこよすぎでしょ、はいはい。このアイコン。そうですね。シャキーンって感じ。あー、いいなー。なんかこれで午前中土日あたりにぼーっとしてたいな、これずーっと。そうですねー。でもさ、よく考えたら、これで明日が仕事とかじゃなかったらもうのんびりと過ごせますねー。これで寝落ちとかしたらさ、あ、戻ってきた。おかえり、おかえりなさい。どうも。おかえりなさい。わお。なんかキャリブレーションおかしくない？西島さん大丈夫？ちょっと具合悪いですね。ちょっと具合悪い。ちょっと後ろに波にさらわれてそう。あー、チューッ、プシッ、プシッ。それぞれが口で効果音やんないと死んじゃないシリーズだな。これ口開ければどういう状況なんです？え？あー、いや、なんかすごいまったりしてる状況です。フルなんですね。昨日のお絵描きシリーズといい、突然まったり空間になったりとかして、謎い空間。あ、このぐらいでやればクロールっぽい。意外とこれ現実世界で酔うね、この下向きは。結構頻繁にこの水中とこう入れ替わるとあれですね。そうそう、水面ギリギリぐらいにしないとリアルさがないかな。でもこれ難しいな。
コントローラーで移動して結局顔を向けた時もボタンを押してるとそのまま前の方にどんどん進んでいくみたいな息継ぎした時にいつの間にかえらい画面に寄ってましたみたいな。クロールしてこうした時もこう進んでるからああ確かに。おあれ端っこの方にいたような。あれあれどこだ。今一瞬その辺に見えたような。 あっちにいますね。お壁の向こうにいる。壁の向こうあれこれ以上上がんねん。え何何どこ。私から完全に透けて見えるのでああなるほど。そっかラーメンさん視点だと何も見えるんですよね。ないですもんね。あ、痛い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 。あ、どうだ。いや、見える見える。すごい、なんか、プールの外にいる。動きら近づいてきた。それはこれは、筋肉の匂いがする。やつさ筋肉の匂いがする。コブラコブライニトゥコブラ。微妙にビブラートがかかってる感じが若干イライラする。というわけでどうもはじめまして、ビスさんと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。画面外からコブラ歌いながら来ると出囃子やからな。出囃子重要やからな。ドーバー海峡横断部。ドーバー海峡これ次下がんないんすか。あーさすがにそれは無理ですね。固定してるんで水位下がるエフェクトシューって。いやー日差しが強いわ。ちょっとやかないあれ、水位を増やすんだったら坪さんを呼ばないと。ああ、ほんとですね。さらにこう、こっからこっから溢れちゃう、溢れちゃう。よいしょ。あ、いい感じだった。その動きは Windows MR かな多分。正解。やっぱいいなぁ、Windows MR。 大正解。お久しぶりやで。お久しぶりです。あれやな、多分溺れてる人みたいになってる。溺れてる。大体なんか初めて初めてやな。いや、ビスタンさん自分会ったことありますよ。多分そのキャラ分からへんで。そうそうそう、その時はまた別のキャラクター使ってた。え、飲みになってた人違う。うん違う。何のキャラ使ってたか忘れた。うんその時は一太郎さんを放送のちゃうから分かるわ。あ本当に。まったり放送中。まったりだお前。あんなにこうこんな感じで歌いながらなかなかまったり出てない。あそうなんか初見の人にもお久しぶり言うのが彼のポリシー。お、そうだね。言うのが。それが私のポリシー。彼のポリシー。動き。本当今は何の放送なん？いや単純にもうこの背景モデルがちょうど今。実験的にこっちの世界に来た本当初めての放送なんで、それでなんかいろいろ背景見たりとか新しいこうモーションで遊べないかをずっとこう考えながらまったりして音を聞きながら。一太郎さんはあれかフルトラ勢か。ん？何勢？フルトラ勢？フルトラッキングのことかな。そう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 、はいはいはい、うん、そう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 、フルトラマン、ガリガリくんやな。フルトラマン。いちいちネタ入れてくんのね。
超気持ちいい。何も言えねえ、何も言えねえ。いやいや、いいんだよ、頑張らなくていいんだよ。そんな全面にネタ入れなくていいんだから。疲れちゃうよそれ。今のが北島って分かったのは 2,3 人やから。懐かしい。平泳ぎやからね、平泳ぎ、平泳ぎからの何も言えねえや。足が上がればシンクロナイズドスイミングみたいな。ああ、ちょっとやってみるか。おお、できっと。のネタがおっさんの足が全然全然届かない。全然届かないよ、水面まで。犬神家、犬神家、犬神家。だが、あ、ここにすればできるかな。どう？おお、できてる。おお、すごい。おお、すごい。犬神家、犬神家。すげえ。すげえ。できてた？内から全然見えない。できてた。よいしょ。うん、なんか水中からカメラで撮るといいかも。もしかしたら。映画ちゃんできるな。しょ。おい。デレレレレスデスデレレレデスデスデレレ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 レいやこれ溺れるね。お、なるほどな、中に入ったら中に見えるんやな。うまいこと作ったもんやな。キャリブレーションがずれちゃうね、多分ね。背中のトラッキングがずれるね、横になると。この服の模様綺麗よな。服の、うん、あ、綺麗綺麗。細部にこだわりやな、綺麗。その踊りは、その踊りは昨日の再来。練習します。肝心な時にやることにしよう。なんだっけ、キネクトか、キネクトだよね、確か。その動き、足上がんないっすね。足を上げたかったんだけど、上げられないんで。キネクトの割には安定するな。下半身がキネクトで、上半身はバイブですね。あ、そういうことか、なるほどな。そうなんです。今、下半身見えないんで、全然 OK みたいな。なるほどな。ゲッツ。あのリフトやったらマクドナルドで最近オピラスやったらゲッツできるで。あー、そっかそっか、できる、確かにできる。ゲッツ&ターン&リバース。お、なんかサメのヒレとか落ちてこないか。あー、さっきあのナイフの先をサメに見立ててやってた。そうそうそう、ちょっと見てたんですけど。あ、サメのヒレっぽいパーツあったかな。ある。あ、そういうことな。いけるで、これ、これとか。ドゥドゥンドゥドゥンドゥ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 。ピーチマさん来てますよ。サメ以上に恐怖。あ、あのカメラマンで有名なピーチマさんか。そうそうそう、カメラマン。最近はテレビマンやってます。テレビマーン。ちょっと表情にバグがあって。ほら、これ見てもらえれば、サブリミナル。顔が見えないですか、一瞬。あー、なるほどね。一応ね、表情に、あ、違う違う、声に合わせてこのバーゲージが伸びるようにしたんですけど、ネタを仕込んだらバグっちゃって、こんな感じです。ちょっとアヘっとるな。そうそうそう、変顔ね。犬神家、犬神家。
あれやん、映画泥棒やったらやん、映画泥棒、映画泥棒。まあ、映画泥棒はもう、いる存在ですから。データ細かい、わらわら。映画泥棒を盗んでいく。いい高さで、コントローラーが、あちゃちゃ、パネルが見えない。やっぱ沈まないと。あの名前のとこだけ沈むんですよ、全部ノーイメージなんで。体ごついんですよ。ああ、なるほど。めっちゃごついやん。これ、あの、棒に入れるの失敗したんですよ。でそして手がおかしい手がおかしいんだよな、あいつも政治家っぽい先生、職人の手手首はこの辺です。洗えるスーツかな。まあこれはもうクリーニング行きじゃないですかね最近の洗えるスーツやな。海スペースここでライブやるんですか。何がにあれだったけど音が聞こえるわ。シンクロナイズとかできるできないかさすがに。清涼感がすごい。パラパラだよねそれ。清涼感がすごい。それパラパラだよね。ジャンルが違う。パラパラ。溺れてる。溺れてますよねこれ。溺れてる溺れてる。水着だらけの水泳大会。目だけ透過してるのなんか。帽子しか映ってない。本当だし、服貼っただけだし。ちょっと下がるとこんなになっちゃう。水没してくる。水没してくる。カメラが水没してた。新しいアングル。カメラ隠せるんでいいですよこれ。ああそっかそっか。ああなるほど。ああなるほどそっか。カメラもんやないろいろと。突然現れるカメラ。あじゃあすいませんそろそろ私落ちますんで。あじゃあうちもそろそろ落ちようかな、なんか眠くなってきちゃった。あそうですね。自分も落ちます。さよなら、さよなら、バイバイ。さよなら。元気でいて。おやすみ。あれ、ピジモさんどこ、はい、おやすみなさい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。ドラッグやれ。またねー。おつです。